誰も知り合いになるわけで、決まっていくわけですから。それぞれなんか年齢層によって集まり方がちょっと変わるんじゃないかなと思って。続けてたとか今後もそういうイメージを持っていけたらいいなっていう話を聞いて、まあ、僕もそれはいいなって思って。仕事がないイメージだよね。死ぬべきじゃないですか。新しい発見があるからかもしれないですね。なんか業務とは全然違って、25年後の福岡市ということで、初めて何も想像せずに、できずに来たんですけれども、皆さんと意見交換して、なんかちょっと見えてきました。高齢者テーマパークシティ、お年寄りも歩いて楽しめる街、生活インフラが整ってる街、高齢者がどこに行っても楽しい街っていうのがいいなと思いました。で、カフェと言い張ってますが、ここは、いろんな話をしていいよ、ただしテーマには集中しようねって、こういうルールがすごくこう広がりはあるけれど、深まりが、どんどん深まっていく、そういうふうな会話ができる。最初はやっぱり皆さん固い感じで、なかなか会話も始まらない感じなんですけど、不思議と最後のテーブルに帰ってくる第3ラウンドっていうのは、すごくこう会話が弾むっていうのはワールドカップならではあるかなと思います。だから市民の方ともこういうふうな会話を持てるっていうのを聞いてますけど、ファシリテーターをされる方もそんなに固くならずに、自分も楽しむつもりで入っていったらいいんじゃないかなと思います。ワールドカップ楽しみましょう。それで、みんなで福岡の新しいビジョンについて考えましょう。たくさん語り合う、そういうことを、できたらいいなというふうに思っています。